おう、マチルダいらっしゃい。小島グランプリのとこ見てたね。小島さん最近どんな感じなんだろうね。なんか元気なかったけど。なんかフワッチ荒れてるね、今日。はい、古代はどつ。なんかフワッチめっちゃ荒れてるよね。なんか覚醒剤がどうのこうのって。あれ何なんだろうね、一体。全然わかんないわ。ずっとあんな感じだ。もったいないよね。小島さん逸材なのにな。小島さんもったいねえよな、ほんと。幾度もチャンスがあったのに何なんだろうな。ほんと、実力はあるけど運がないパターンの人だよね。ほんとにもったいないと思う。あまねくんワード2。おろろワード2。ねえ、もったいないよね。俺実は小島さんと一回も会ったことがないんだよね。前々から絡みたいって言ってて。でね、ゴロリさん曰くね、和道と多分噛み合うって言われてんだよね。和道はツッコミが鋭すぎるから嫌われるし、小島はボケが先に行き過ぎてるから、もしかしたら和道と小島は相性いいかもしんないよってずっと言ってくれてて、ゴロリさんが。ちょっと興味あるんだよね。タイプ的に俺も噛み合いそうな気はするんだけど。まあ本人がね、それを望んでるかどうかだと思うもん。ね、引き出しめちゃめちゃあるしね。俺、小島さんがやってるボケ拾えるもん、絶対。あれはね、相方絶対必要だよ。ゴロリさん結構見る目あるからね、配信に関しては。多分、小島さんと俺がね、うまく噛み合ったら結構面白い配信できると思うよ。どうだろうね。ほら、コラボってさ、なんつうの。タイミングみたいなのがあるから。俺何回も、もうそれこそ10回ぐらい言ってるよ、小島さんに。コラボやろうよって。でもね、タイミング合わないんだよね。全然タイミング合わない。これは、お、ありがとう。匿名さんありがとう。本命チョコレートありがとうございます。ありがとう。このね、本命チョコレートのアイテムっていうのは、一人の配信者にしか渡せないので、僕にこれをくれるっていうことは、ワド大好きだよっていう証明にもなるんですよ。ありがとうございます。小島さん？あ、じゃあ、LINE やってみようか。小島さんにさ、ワドが LINE で話したいって言ってるけどさ、どうって聞いてみて。とりあえず。ワドが LINE で話したいって言ってるけど、小島さんどうって聞いてみてよ。噛み合うかチェックしてみようよ、ちょっと。ねえ、テストしてみようよ、テスト。お互い、噛み合うかどうか。でもあれか、小島さん、携帯電話で配信してるから、携帯か。大好きはどうさん。あ、ありがとうございます。匿名さん、花火ありがとう。いやー。花火ありがとうございます。いや、会社またね、バックルしちゃったんだよね、俺。最悪だよ、本当に。花火ありがとう。パソコン配信してないから向こう配信切れる。ああ、そっか。じゃあ無理だね。花火プレゼントありがとうございます。いやー、もうほんと最近睡眠障害ひどくて、いや、会社辞めた方がいいのかなとか思ってて。花火ありがとうございます。すげえな、たくさん。ありがとう。花火ありがとうございます。すげえな、花火。会社っていうか A 型作業所っていうところなんだけど、匿名さん花火ありがとうございます。そこを通ってますね。すげえな、花火ラッシュ止まんねえな。花火ありがとうございます。大丈夫？仕事は一応3月末に辞めるっていう話をしてるんだけど、ちょっと辞めることになるかどうかわかんないですね。花火ありがとうございます。すげえな、花火ラッシュ。
花火ありがとうございます。すげえな、何者なんだっていうね。派遣ではなくて A 型作業所っていうね、障害者の人が働くところ。花火ありがとうございます。すげえ、ありがとう。花火ありがとうございます。花火ありがとうございます。いやー、もう本当に嫌なんだよね、その自分がそのなんつうんだろう、寝すぎちゃうとか寝れないとかが。花火ありがとうございます。すげえ、花火ありがとうございます。止まんねえなおい。すごいね、ありがとうございます、たくさんの花火。お、こんばんは、リュウさん。おじさん、こんばんは。お仕事残ってる挨拶だけ。あー、とんでもないです、リュウさん。ありがとう、いつも。仕事、頑張ってください。ありがとうございます。花火1個、1080円だが、この匿名さん15発だから、1万5000円だからね。で、多分、ハートの人も同じ人だと思うから、ハートが3000円だから、1万8000円を5分ぐらいで、俺に1万8000円かけてくれたんだよ。すごいよね、うん、とんでもないよね、うん、めちゃめちゃすごいよ。上質な和道リスナーだよ。ほんと金持ち多いよな、俺のリスナー。マジでぶっ飛んだ成功者多すぎるんだって。ほんと可愛がられてると思う。頑張ろう。マジでどうしようかな、本当に。もうね、なんかね、このね、なんだろう、もう起きれないっていうのは、もう寝れない、起きれないとか、もう本当やだ。本当悩みだよ。薬飲んでも何やっても、どうしようね、本当に。こんなんまともに働けねえよ、マジで。ギターのリフは新しいの覚えたよ。なんかさ、今さ、あれだね、iPhone とか Android すごいね。あの、チューナーって言ってさ、ギターのチューニングするやつが、1000円から1万円ぐらいで売ってるんですよ。一番安いの1000円ぐらいだと思うんだけど、1000円で、で、高いやつだと1万円ぐらいなのね、チューニングする機械って。で、アプリで、ないかなと思ったらあったの。ギターチューニングするアプリが。要は iPhone の前でジャーンって弾くと、その周波数読み取ってアプリでね、チューニングしてくれるんですよ。で、そのアプリすごいところか、ギターのテクニックとかも教えてくれるし、その自分の作った曲をアップロードしてクラウド化してみんなにシェアするみたいなこともできて、すごいよね、本当に。俺も同じ悩みあったけど、運動と薬の組み合わせでどうにかなる。あ、運動なのかな。寝るのが早かったんだけど、結局夕方に起きちゃって会社終わってたんだよね。もうマジでやばいよ、本当に。信用ゼロだよ。今週無断欠勤2回に遅刻2回だからね。もう最悪、本当に。最悪だよ、本当に。もうクズだなと思った。マジで結構やばいなと思ってる。しっかりしねえとな、本当に。それは責任感ないと思われても仕方ないね。そうだね。もうそれももう感じるから、だからなおさらもうなんか鬱になるし、もう負のスパイラルですよ、本当に。うん、負のスパイラル、マジで。ハイカキンさんいらっしゃい。楽しんでってください。どうにかしねえとな。
44名さんいらっしゃい。俺のスメルズ・ライク・ア・ティーン・スピリット聞いてくれる？俺のギターの新しいリフ聞いてくれる？みんな。ギター聞きたくない？サトシさんはどつ？こんばんは。意味深なタイトルですね。またね、バックレしちゃったよ、会社。起きたら夕方だった。もう最悪、本当に。人間失格ですよ、本当。今週入ってから無断欠勤2回に、遅刻2回ですよ。まともに会社行ってねえ、本当に。はい、8ワード2。もうちょっとやばいなと思って。こんばんは。ギリチョコありがとう。匿名さんからギリチョコいただ、あ、匿名じゃない。アツシさんギリチョコありがとう。バーガープレゼントありがとう。最低だよな、本当に。信用失うよな、信用。やめるタイミング、いやー、配信だけでやれるなら仕事無理することないよ。まあそれはあるんだけどさ、自分で決めたことを守れないっていうのはさ、やっぱ社会人としても大人としてもダメじゃん。いや、脱出者安堵の極みじゃないんで、逆なんだよ。あの、生活保護が抜けられるか抜けられないかでもうずーっと悩んでて、それで寝れなくてっていう。あ、無呼吸です。あの、2分間ぐらい止まってるらしい。それはね、もう子供の頃からずっと言われてる。呼吸が止まってるって。だから完全に病気なんだよ。だけど、まあそんなの会社の人からしたら言い訳でしかないから。はい、ワード2。まあ体が資本だよね。いや、あのね、できればね、バイトは続けた方がいいなとは思ってるの、何かしら。やっぱりその配信いつになるかダメかわかんないし、やっぱ働くことっていいことだと思ってて、働き始めてから再確認できたから、なんかね、やっぱ配信をやってても、一日ね、数時間働くことって大事だなと思ってんだよね。3時間でも4時間でも。もう普通にバイトでもいいから。ただこんな状態だとバイトもできないからね。普通にバイト通えないからクビになっちゃうもん。マジ行きづれーわ。マジ申し訳ねえ。マジで結構悩んでますね。無呼吸対策で CPPA っていう機械使えば改善するかも。あのね、一個気になったのはね、土屋アンナが CM でやってたね、パイプがあるんだけど、パイプをこの鼻の奥まで入れるやつがあるの。自分でこうやって、寝るときに。で、それやってみたいなと思って、保険が効かないんだよね、それ。1ヶ月8000円だか1万円だかするんだよね。うん。ゴミもたまにはいいこと言うな。お前、いいよ、別に。そういうのいらないから。うざいから消えてくんない？はい、杉作さん、あれ？サムネ変えた？ま、あ、昔のサムネにしたんだ。あれじゃん。今川さん、あれにしたらよかったのに。前、あの、新しいサムネよかったよ。ま、元に戻したんだ。もったいない。俺の新しいギターリフ、誰も聞いてくれる、興味ない？スメルズ・ライク・ア・ティーン・スピリット。スメルズ・ライク・ア・ティーン・スピリット覚えたんだけど。毎日一人ずつ友達を紹介する。へえ、いいんじゃない？土屋アンナのナステンとか、苦しくて俺には無理だと。あ、やったんだ。あれ結構慣れる前時間かかりそうだよね。体の中に異物入れるんだもんね。無呼吸症候群とか、その CPAP っていうの、保険効くのかな？どうなんだろう。マジで悩んでんだよね。深酒した時だけすごい睡眠が深くなるんだけど。ギター聴いてくれる？ちょっとね、新しいギターリフ覚えたからやってみようか。一曲だけ。スメルズ・ライク・アティーン・スピリット。90年代最高のロックアーティストと言われたカート・コバーンのギターリフですね。月々5000円か。無呼吸症候群ってどこで診断すればいいんだろう。じゃあ聞いてください。病院で相談するわ。ほんとちょっとまずいね。ね、
新しく覚えたギターです。ちょっと練習してないからあれだけど、練習してもいいですか？無呼吸内科っていうのがあるの。正義の味方いらっしゃい。睡眠障害外来たくさんある。ゆうこさんいらっしゃい。楽しんでってください。聞こえる？ギターの音。オッケー。ひどいな。ちょっとひどいな。昨日できたのにね。練習不足です。すいません。これかっこいいよね、このギターリフ。かっこよくない？俺またファンが増えたでしょ。完全に完コピできてるでしょ。カート・コバーンにしか見えないでしょ、俺のこと。どう？何点？これが新しく覚えたギターリフです。かっこいいだろう。どういう日？32点。結構低いな。もうちょっと90点ぐらい取れるように頑張るわ。これが昨日夜中一生懸命練習して覚えた Smells Like a Teen Spirit だよ。ジュース飲んじゃったんか。コーヒー買ってきてもいい？コーヒー飲みてや。あ、ありがとう、ゴンダ。ありがとう。カート・コバーン感じたでしょ？俺の中から。俺の中に流れるカート・コバーン感じたでしょ？新しいフォロワーさん紹介します。オドリー・ヘップバーン、オードリー・ヘップバーンさん、フォローありがとう。努力しようか。はい、ご飯行ってらっしゃい。もうちょっと練習しておくわ。もうちょっと練習して聞かせられるように練習しておくわ。ちょっとまだ披露するの早すぎたな。さすがにちょっとひどかったわ。あまねくん、ギリチョコありがとう。ちょっとひどかったな。まだまだだわ。まだまだだわ。
ギリチョコプレゼントありがとう。ちょっとコーヒー買ってくるね。ただいま。ただいま。確定申告用に書類の整理しないといけないんだよね。なんかさ、卑猥様キットがさ、覚醒剤やってたってあれ本当なの？なんか諭吉っていう女の子と、卑猥様キットっていう子が付き合ってたんでしょ？ それで、なんか覚醒剤がどうのこうのって揉めてる。揉めててすごい炎上してるよね。なんか便所太郎さんとかも入ってきて。れ本当なのかな？KP、 覚醒剤はダメだよ。揉めて別れてまたくっついて繰り返して稼いでるらしい。何？じゃああれは台本だと思った方がいいってこと？それ前からやってんだ。じゃあネタなんだ。ていうかさ、覚醒剤やってるとかさ、結構シャレになんないぐらいのネタじゃん。それってなんかネタにしたらダメだと思うよ。本当にやってるんだったら逮捕されるでしょ。だし、配信者ってやっぱ影響あるからさ、なんか真似ちゃう子供とかいるから、そういうのはやめた方がいいと思うんだよね。本当に覚醒剤で苦しんでる人とかもいっぱいいるからさ、本当にやってるかもしんないんだ。なんで逮捕されないんだろう。配信で覚醒剤やってるって言ったら逮捕されんじゃないのかな。
ネタなんだ。うん。え、配信やめちゃったの？あの子。さっきやってたよ。さっきやってたよ。で、今度の枠、花火くださいみたいなこと言ってたけど。引退したの？え、何？ 1 時間ぐらい前やってたよ。見てたもん、俺。引退しちゃったの？閲覧300ぐらいあったよ。捕まってないっていうのは結構ありえないと思ってて、なんか日本の警察って本当に優秀なんだよ。日本の警察は甘く見ない方が良くて、日本の警察って多分世界トップレベルに優秀なんだよ。だからね、なんかこんだけ閲覧あって逮捕されないってありえないと思うんだよね。どうなんだろう。日本は世界トップレベルで警察優秀だと思うし、詐欺で捕まった時すごかったよ。電話の記録から何から全部知ってたもん。自分より自分に詳しい状態だったよ。誰と話しただろう、誰と話しただろうとか、お前どこいただろうとか、携帯電話って半径200メートル追跡できるんですよ。基地局で。そう。すごいよ。さすがに内容を傍受するのはあれなんだけど、よっぽどの事件じゃなく、事件だし、前もって許可を下ろさないといけないから、結構大変なんだけど。キッド様今配信やってるよ。なんか大阪に向かってるって言ってた。さっきコメント打ったら、おう、はどうっつって。元彼女昔 MDMA で逮捕された反省なく2度も。薬物はやめらんないんじゃないのかな。薬物はやめらんないって聞くよね。やめらんないんじゃないかな。その情動記憶って言うんだけどさ、体で覚えたことってなかなか抜けないって言わない？快楽とかさ、癖になっちゃうんじゃないのかな。しかもドラッグってさ、ほら耐性ができていくから、どんどん使用量が大きくなっていくじゃん。詐欺で逮捕の時は何日間ぐらい勾留されたの？ 2 ヶ月半ですね。僕だから留置所で拘置所っていうところに行くんですよ、普通は。留置所に20日間、その後は拘置所に数ヶ月行くんですけど、拘置所がいっぱいだったんで、ずっと留置所だったんですよ。で、留置所に留まる場合っていうのは執行猶予つく可能性があるって言われてるね。要はね、裁判の日取りが決まったら、刑務所と同じ施設の中にある拘置所っていうところに拘留するためだけの場所があるんですよ。死刑囚がいる場所ね。死刑囚ってみんな、刑務所で、なんか働かされると思ってる人いるけど、違くて、刑自体が死ぬことだから、それまで自由に生活できるんですよ。だから働いたりとかできないです。311の地震の後話したけど、やめられないらしい態度だった。お前なんか知らねえって言ってました。ああ、まあやめらんないんだろうな、ドラッグは。シンナーやってたんだ。シンナーはやばいよ、脳みそ溶けるからね。
シンナーはやばいっすよ。俺はだからみんなにも言ってるけど、一回だけその合法ドラッグみたいなのやったことあるんだけど、とんでもなく痛い目見たから、オーバードーズっていうのかな。もう二度とやらないって決めたね。超怖えよ。体液全部出たかんね。上からも下からも。死ぬかと思った。多分あれ死んでたよ。もうちょっと間違えてたら。本当に死ぬ思いしたから。最初の気持ちよかったのは5分ぐらいだよ。本当に。5分ぐらいはなんかすごい感覚だったけど。そっから先はやばかったもん、本当に。もう10時間ぐらいずっと吐き続けるみたいな。体がだから異物だって分かってるんだろうね。やばいっていうの。だけどそう、ほら、体はさ、煙から吸ったっていうのは分からないわけじゃん。だからそう、胃の中に変な毒物食べちゃったんだと思って、ぐえぐえ吐いたり、下痢になったりとか、汗が噴き出したり、よだれが止まんなくなったりして、もうずーっと、体がもう悲鳴上げてる状態だよね。その OD かなり危険。よく生きてたな。いや、もうほんと死ぬかと思ったよ。あれ多分本当に下手したら死んでたと思う。もうそれが怖くて怖くて。ああ、ドラッグって一歩間違えると死ぬんだっていうのがよく分かった。今で言う危険ドラッグだと思うんだけど、あんな中身何入ってるか分かんないからね。あんなもん吸うもんじゃないよ、本当に。だから普通の人が5回吸うやつを全部吸っちゃったらしいんだよね。5回分みたいの。それを5倍ぐらいの、いきなり何にも吸ったことない人が5倍吸ったわけだから。三途の川どころじゃないよ。もう本当に。その5分間っていうのが時間軸が変わって2時間ぐらいに感じて、で、カラオケの音、カラオケで吸ったんだけど、もうすごかったの。カラオケのそのサウンドとかが全部聞こえて、スローモーションに聞こえるんだよ。で、体自体が音になるっていうか、光とか音になるんだよ。だけど、もうそっから先、だから聞き始めが遅かったんだろうね。20分ぐらいして聞かねえ聞かねえって全部吸っちゃって、で、5分後ぐらいにブワーって来て、脳がドクンって開いて、ブワーってなって、で、その5分間が2時間ぐらいに体感があるんだけど、そっから先は地獄。もう、リリコばあさんはどっち？元彼女は空が割れて宇宙が見えた幻覚見たらしい。あ、幻覚見えるだろうね。余裕で見えると思う。やめた方がいい、あんなもんは。本当にろくでもないから。もう本当、死にたいやつがやるもんだよ。世捨て人がやるもんだよ。人間じゃなくなるよ。二度とやらないですね。コカインと一緒なのかな。いや、健康第一だよ、本当に。ピクルスさん、こんばんは。あんなのを毎日毎日摂取してるやつがまともな会話できるわけないもん。ペヨーテ、トゥ、アヤワスカ。もう分かんないな、それが。こんばんは、ブースか。どうなんだろうね。座禅の世界とか瞑想の世界でドラッグ使うのは結構あるんですけど。ね、古代とかで。禅とか。でも僕はシラフでいいんじゃないかなと思う。ユラさんはどっち？二度とやめられない危険があるから法律で止められてるんだよね。いや、っていうかね、マリファナとか吸ってる人から言わせると、危険ドラッグは本当にやばいって言ってて、要は人工的にさ、なんつうの、マリファナとかって天然にある成分だけど、それに似せて作るわけじゃん。化学記号で。だから、何があるか副作用とかがわかんないんだって。だから、化学記号って一個違うだけでどんな効果が出るかわかんないから、意識は酩酊するように作られてるんだけど、副作用が怖いらしいよ。ドラッグに使うお金がもったいないと思う貧乏症です。
うん、金もかかるしね。だからそのリキッドっていうのかな、もうほんと葉巻みたいな、タバコみたいな、太いタバコみたいなやつだったんだけど、8000円とか言ってたかな、末端価格で5回分とか言ってた。1回2000円とからしいんだけど、バカバカしいよね。脱法ハーブとかね、なんか脱法ハーブの類だと思うけど、いや瞳孔開くレベルじゃないね、本当に。うん、多分ガン決まりだったと思うよ 顔は。だから合法だからやっていいとかっていう部分じゃなくて、俺は怖いと思った、本当にやってみて。まあ酒もドラッグですからね、酒はかなりのハードドラッグだからね。だからまあ酒もやめたわけだけど、タバコは吸うけどね。タバコもまあドラッグですよ。タバコは効きが弱くて依存性が極端に高いのね。なんかドラッグってなんだっけ、5種類ぐらいにそのカテゴライズできて、その常習性とか効き方とか、なんかそのグラフ見た時にすげえ納得できたよ。酒がドラッグなんだっていうのが。酒って次の日に残らないじゃん。だから短期的に効くもんなんだよね。MDMA はセックスドラッグっていう。っていうかドラッグ自体がセックスするために作られてる部分でかいじゃん。マリファナはまあ食事とか音楽とかにも効くけど、セックスにも効くって言われてて。うん。全部そのドラッグ系の人って、ほらシャブの人とかも女と何でやるのかって、セックスするためにやるわけじゃん。で女の人は特にシャブでセックスするのも絶対忘れらんないって言うから、もう1回でも使ったら終わりだって言われてるのはそこらしいよね。MDMA がね、できたのは確かね、中国の洗脳を研究してた時に独自に開発したのが、そう、MDMA だったって、確か歴史の本で読んだかな、洗脳の本で。うん。そのトランス状態を簡易的に作り出す薬が作りたかったんだよ、アメリカは。MDMA はアメリカ産だった気がするけど。マリファナやったら立たない。あ、そうなんだ。なんかマリファナでセックスするといいってよく聞くけどね。押井学ぶ？押井学ぶは神だからね。押井学ぶ語録はもう本当笑えるよ。あれはね、笑い止まんないよね。シャブもやったけどセックスしたかった。シャブはやめた方がいいよ。ゴルゴ。もうも人間に戻れなくなるよ。マリファナでやるとか怖い。うん。セックス向けの品種もあるんだ。なんかそのドラッグが流行る地域って過酷な地域が多いらしいの、人類学的に見ると。だから日本がドラッグ流行らなかったのって気候が温暖で、その農作物がよく取れたからっていう研究があって、それ面白かったね。なんかロシアとか、なんでその中国とかでアヘンとか流行ったりするかっていうと、そのドラッグコカの実とかを食べないとそのやってけない、要は食えないっていう民族が多いんだよね、ドラッグの発生って。だからそのコカインってさ、コカの葉だから食べ物を食べなくても覚醒することができるので、空腹時にさ、獲物を追うことって難しいじゃん。だからその空腹を紛らわせるためにコカを噛んだりとかしながら、その空腹を紛らわせて追っかけてたっていう。ドラッグプラスセックスの快楽から抜け出すのに10年くらいかかったかも。あ、サトシもやってたんだ。今思うとやばい元カノだった。日本ドラッグ流行った。トランスというクラブで。へえ。ラブホとかに媚薬みたいなの売ってたな。それは全然違うよ。それはまあ1000円とかで売ってるやつでしょ。あ、コカインは麻痺なんだ。
昔タイマーやったら意識飛んでゲロった。へいっす。まあ、日本は大麻に関しては寛容だからね。法律の設計が意味わかんないぐらいだから。あ、でも大麻は解禁されると思うよ。もうここ10年ぐらいで。俺の予想。それ偽物。ああ、混ぜ物って言うよね、よくね。末端に出回れるのは、結構、プッシャーが自分で吸いたいから、混ぜちゃうらしいよね。ああ、縁切ったのは正解だと思うよ。偽物っていうか、よく覚醒剤のプッシャーの人に話聞いたら、味の素を混ぜるらしいんだよ。だから、なんで末端のやつがああいう風に変な行動をするかっていうと、味の素を注射してるからだって聞いたことある。で、純粋なコカインって上の方の人、要はプッシャーの人って、プッシャーって売人のことなんだけど、売人の人は自分も覚醒剤やりたいわけだ。で、売るっていうシステムだ。で、自分の分を確保するために、半分取って半分味の素混ぜて、半分取って味の素混ぜて、最後の方は売られてるやつは、高いやつで味の素だらけみたいな。それ味の素毎日売ってたらああなるよねって言って笑ってたけど。意外とやったことある人いるんだね。ドラッグに関しては多いですよ、日本。多いです。ナチュラルハイが一番だね。そうだね。俺はだからこの前のさ、山手線配信の時に、キャラメルフラペチーノかなんか飲んだでしょ。あの時は、みんな、すごかった。あの顔見てもらいたいんだけど、もうドラッグガン決まりのやつみたいだったでしょ。あれは超うまかったね。みんな勘違いしてるけど、マリファナ MDMA とかシャブとかって全部、あれを摂取して、その成分の中に決まる物質があると思い込んでるでしょ。それって違うんですよ。人間の中にもともと快楽物質で、人間にとっての快楽物質っていうのは人間の中に入ってるの。で、人間の中の毒素っていうのあるでしょ。世界で2番、人間にとって世界で2番目の毒も脳内に入ってるのね。っていうように、実は脳内物質のコントロールができると出せるようになるんですよ、禅とかをやると。じゃあドラッグって何なのかっていうと、例えばアドレナリンとか、セロトニンとか、いろんな多孔物質があるんだけど、脳内麻薬があるんだけど、そこにレセプターって言ってさ、神経がつながって出るわけじゃん。そうすると人間っていうのはずっと怒ってたり、ずっと喜んでるわけにいかないから、反物質っていうのが出るようになってるの。脳の中でそれを抑え込もうとする物質が出るようになるんだけど、ドラッグとかマリファナって何なのかっていうと、多孔物質が出ます。で、そこで反物質が出ないようにする作用があるの。だからね、みんな誤解してるんですよ。要はね、リミッターカットとかに近いの、ドラッグって。まるで経験したような話で、あ、俺は経験したことは全部言う。シャブやってたらシャブやったよっていうタイプで、本当にないです。ただ勉強はしてる、すごく関心があるから。日本ほどドラッグ大国ないんじゃない？どうなんだろうね、わかんないけど。日本はダウナー系のドラッグあんまりやらないって聞くよね。アッパー系ドラッグが好きって言われてるよね。だから普段、中国人とかロシア人みたいにアドレナリンが出てる国民性ってあるじゃん。カッカカッカしてる、喋りがもうずっと喋ってて、喧嘩ばっかりしてるような国民性は、アヘンとかコカインとかのマリファナとか、ふわーって言ってダラーってするのが好きって言われてて、日本人っていうのは普段からセロトニンの分泌量が少ないからおとなしいんだよ。だから祭りとかが必要なの。要は日本人って祭り大好きじゃん。あれアッパーじゃん。だからお酒、タバコ、覚醒剤って日本を代表するこの3つのドラッグって、アッパー系ドラッグなんだよ。
要は覚醒するのが好きなの。覚醒ができないから。だから日本ではね、マリファナ流行んないんじゃないかって言われてる。ドラッグの人はなんで一気に引けるの？あ、シロさんね。オレオレ詐欺で逮捕されて、留置所で相部屋で1ヶ月半一緒になった人が、プッシャーだったんですよ。で、マリファナ、覚醒剤歴18年で、すごい詳しい人なの、もう。なんか、マンギョンボンゴーから入ってきた北朝鮮産のシャブは最高だったとか、あと、キロで、もう本当にこんな塊で運んで、それがうん十億とかいう世界とか全部教えてくれたんだけど、その人面白かったのが、俺覚醒剤やってる人って見た目でわかるんですよ。あ、この人覚醒剤だな、やってたなっていう、目の瞳孔の開き方、喋り方、ろれつの回り方で大体わかるの。だけど、その人は見た目全然普通だったの。18年もやってんのに。で、その人に、なんであなたは普通なのって聞いたら、それはね、俺は、こういう理論なんだよって言ってくれて、本当にその人、プッシャーだったんだけど、覚醒剤っていうのは、ご飯も食べなくてもいいし、ずっと体を酷使できるんだよ。要は、ずっと、なんつうの、アドレナリンとか、活動的になる薬だから、受験生とかが使うでしょ。ずっと勉強するために。あと、作家とかがずっと集中するために使うんだけど、要は、あれって、ご飯を食べなかったりとか、寝ないんですよ。覚醒が楽しくて。だから、躁状態だと思ってほしいの。スーパー躁状態。で、その人っていうのは、それが分かってたから、ご飯もちゃんと食べるし、覚醒してもご飯をちゃんと食べるようにしてたし、睡眠もちゃんと取るようにしてたんだって。要は、なんか、健康的なしゃぶ中だったのよ。で、和道くんさ、覚醒剤やると、3日4日寝なくてもいいんだけど、シラフの状態で3日4日寝ないで、ご飯1回も食べないで飲み物ばっか飲んでてみって。絶対あいつらと同じ症状になるから。要は、覚醒剤を使うから、ああいうガリガリになったりするっていう因果関係とはちょっと違くて、ワンクッションあって、覚醒剤を使う、睡眠を取らない、食事を取らないでも平気だからああなる。だから極端な話、覚醒剤を使わなかったとしても、3日4日寝ないで、ご飯食べないでいてごらんって。で、ずーっと元気に、ウェーイとかやっててごらんって。絶対ああなるからって。俺はその説はすごいと思った。その人を見て。脳だけがで元気で、体がどん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 浪費していく。なるほどだよね。だから、その人は本当に健康的な体してたし、目のクマとかも一切ないし、ガリガリじゃなかった。で、ろれつもしっかりしてた。要は、体を酷使しすぎて脳が壊れたり、体が壊れるから、ろれつが回んないとか、瞳孔が開きっぱとか、そういう風になるって言ってたよ。内容的に規制かかったのかと思った。いや、俺はそこかなり勉強してて、言論の自由って何なのかをもっと勉強した方がよくて、規制に引っかからないようにしてる。で、取り上げちゃいけない話題があるわけじゃないんだよ。取り上げタブーはないんだけれども、要はドラッグをみんなに勧めたらダメなんだけど、この場合って逆じゃん。ドラッグっていうのはいかに危険だからやめた方がいいよっていう配信だから、それはね、もし規制するとしたら言論の自由に引っかかるんですよ。ありえないですね。俺はそこかなり気をつけてる。悪いことをみんなに広めようとは逆で、悪いことをみんなでやめようねっていうためにやってるわけだから。じゃないとさ、なんつうの、タブーだらけになっちゃうじゃん。ダメですよ、それは。日本っていうのは、一応、民主主義の法治国家なわけだから。はい、ゴンタいらっしゃい、ワトツ。そう。何でも喋った方がいいんだよ。人間失格っていうのは僕のことでですね、今週、今日も寝バックルしてしまって、会社を。本当に、ダメだなとか思って、ちょっとへらってるんですけど、今週特にひどくて、鬱が。遅刻を2回、無断欠勤2回やってるんですよ。5回出勤。明日で5回目の出勤なんだけど、まともに会社行ってなくて。でもうダメだなと思って。そういう意味で人間失格っていうタイトルにしましたね。ドラッグはやめた方がいいよ。むしろ、脳内麻薬っていうのは、運動したりすれば出るじゃん。だからよく言うんだけど、シャブ中の患者と、ランナーズハイの試合の後のオリンピック選手のインタビューと一緒だっていうの。
だからさ、日本人って金メダリストいっぱい出してるじゃん、銀メダリストとか。で、インタビューよくやってるけど、ふわーってゴールした後、あ、超気持ちいいです、最高の気分ですとか言って、もう完全にしゃぶ中じゃん、あれ。要は、脳内の中にそういうエンドルフィンとかノルアドレナリンとかセロトニンとかが出まくってるから、ああいう行動になるのよ。で、その42.195キロを、あれ、16秒か17秒でずっと走り続けると2時間半でクリアできるんだけど、オリンピックのトップランナーって2時間半ぐらいでクリアするでしょ。42.195キロって本当は死ぬレベルなのよ。ただ、毎日の日々のトレーニングで体を作り変えて、さらに、常人だったら死ぬ域っていうのをリミッターカットしていくっていうのをトレーニングでやってるわけですよ。で、そのトップランナーたちと走るから、ああいう本来だと死ぬレベルの競技っていうのを、なんつうんだろう、こなせるから。だからドラッグやってるのと一緒なんだよ。日々のトレーニングで、脳内麻薬を出すっていう。ネバッグにしか聞こえない。だから、マリファナは何て呼ばれてるかっていうと、ほら、前庭あるじゃん。前庭っていうのは、脳内麻薬をコントロールするためにやるんだけど、マリファナはインスタント前って呼ばれてるんだよね。要は、簡単に禅の境地を手に入るものっていう。ドラッグはね、やめた方がいいですね。僕もあんまり勧めないです。オランダに行ったらマリファナ吸ってみようかなと思うけどね。アメリカかオランダに行ったら。運動でハイになったことない。俺何回もあるけどな。多分運動量が足りないんだと思うよ。例えば、山手線一周の時の配信見てもらえたらわかるけど、17時間ノンストップで歩き続けたわけじゃん。まあ何回か休憩入れてるけど、あれはもうドーパミン出まくってたよね。あんまりっていうか、まあ合法的なら問題ないでしょ。だって合法なところでやるって言ってんだから。日本でやるつもりはないですね、あんまり。日本はね、合法になったら別にやってみようかなと思うけど。合法の国でもダメってどういうこと？捕まえないだけ？それは日本人が海外でやったらダメってこと？それともオランダとかアメリカとかが捕まえてないだけって意味なのかな？どういう意味なんだろう？なんか俺、ほら、成田出身だから、ハーフのやつがすごい多くて、カナダ人のハーフのやつがいたんだけど、あ、日本人がダメってことか。じゃあやめようかな。なるチャンスが一回だけあったんだけど、体育の先生に止められた。あ、じゃあ体の使い方うまいのかもしんないね。身体能力高いのかもね。俺は何回かありますよ。運動をしてて、酩酊状態とかトランス状態っていうのかな？脳科学だと。ランナーズハイになってビビって泣いたことあった。なるほど。日本人はやっぱ海外でやってもダメですよって意味なのか。その辺多分難しいグレーゾーンなんだろうな、多分。事例がないし、揉めるじゃん。国際問題になるじゃん。だからグレーゾーンなんだと思う。で、大麻取締法って所持でしか、禁止する項目がないから、多分逮捕できないんだと思うよ。大麻取締法って、例えばさ、リスナーさんは大麻持ってるとすんじゃん。で、ワドを吸いなよって言って、こうやって吸っても罪にならないって言われてるの。要は現物が出てこないと逮捕できないって言われてんのよ、大麻って。吸ったことによる罪ってないんですよ。変な法律なの。メロンはどっち？だから口伝いにクラブとかこうやって吸わせるっていうよね。俺はクラブ行ったことないからわかんないんだけど。使うのは OK っていうか、取り締まれないっていう感じだよね。確か。変な法律なんだよね。多分俺が言ってるの正しいと思うけど、わかんないな。専門家じゃないから。だってさ、もともと日本人ってさ、着るものは麻だったしさ、穀物を入れる袋も麻袋って言ってたでしょ？で、七味の中に入ってる7つの実の中に大麻、麻の種も入ってたし、
超朝文化なんだよね、日本って。おまたきが違法になっちゃう。そう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 、天皇陛下がやるその行事が年に1回あって、タイマーをバンバン燃やすんですよね。体には残りますけど、覚醒剤とかだと検査キットみたいなのってやるじゃないですか。要は体の中に覚醒剤残ってるか調べられるんだけど、大麻では検査キットって使わないらしいよね。そう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 、GHQ が大麻を禁止して、そのね、戦争の原理とか調べると面白いんだけど、相手の国を戦争で勝った場合、どうやって侵略するかっていうと、例えばさ、イスラム教とかが豚なんで食べちゃダメかっていうと、なんだっけな、豚を祀ってる、要は豚が主食で豚を祀ってる国とかを侵略した場合、豚を禁止することによってその宗教観を否定することができるっていう支配の論理があるのね。だからその神様が何なのかを調べて、その神様を禁止するっていうのはよくやることなんですよ。だからアメリカはね、多分統治論的に日本と麻が結びついてるっていうのを知ってたから麻を禁止したんじゃないかっていうふうに唱えてる学説、社会学者とか、戦争学者、戦争系の調べてる学者さんとかはそれを言ってて、だからウォーギルトインフォメーションプログラムの一部だよねっていう。だって大麻で死んだやつなんか見たことないもんとか、文献的にあんま出てこないらしいよ。俺はなんか大麻が体にいいっていう言い方は俺間違ってると思ってて、やっぱり異物を入れるわけだから体にいいとは思わないんだよ。だからその大麻より、タバコよりマシっていう言い方をするのが正しいと思ってて、大麻が本当に体にいいものだとしたら、もっともっと吸われてるはずなんだよ。だから悪くないっていう言い方をしてる俺は。中村た、なんて読むんだろう。中村さんいらっしゃい。いらっしゃい。こんにちは。にゃー、いらっしゃい。にゃー、LINE ありがとうね。パフェプレゼントありがとう、にゃー。ウェブマネー残金が少なくてアイテム買えない。コンビニへゴー。 ワドのために今すぐコンビニへゴー。ゴーゴー。俺がよく腕めちゃめちゃ太くなってるでしょ、リスナーさんびっくりしてるからね。ワドの腕じゃないって言われてる。だってパンチ測ったけど170キロ出たよ、パンチングマシーンで。俺多分130ぐらいが普通だったと思うんだけど、大麻よりカフェインの方が中毒性あるっていうね。大麻はね、中毒性、中毒って厳密に言うと中毒性、依存性とかいろんな5つぐらいの項目に分けて学者は考えるんだけど、依存性、中毒性はないらしいよね、大麻は。要は、アルコールが中毒性一番高いって言われてんの。ただなんでアルコール中毒性高いのに、見放されてるかっていう、致死率が低いからって言われてる。僕ね、花火を投げてもらうためにダンベルやってるんですけど、それでね、毎日毎日トレーニングしてたらこんな腕になりましたね。かなり、もうニートの細い腕だったんだけど、なんか格闘家みたいになってきたよね、だんだん。でも、そのせいで今、左手を壊しちゃって、結構筋肉断裂するぐらいやっちゃってるんで、タイマーはまあ合法化してもいいかもね。ただ運転だけは気をつけないといけないと思ってるから、タイマーで運転は禁止すべきだと思ってる。シンナー、タイマー、シャブ、ドラッグってみんな幻覚見るのかな、人や物。人によるって言われてて、タイマーが体に合わない人もいるらしくて、中毒と依存のは全然違くて、精神的依存性と体が中毒を起こすって全く別で、なんだったっけな、その項目ね、武田恒康だっけ、武田じゃなくて、武田先生がね、すごい指摘をしてて、ドラッグ、武田。その表をね、見せてもらったときね、かなり、この人やっぱ学者だなと思って、グラフがあるんですよ。
ちょっと待って、ドラッグ中毒グラフで検索するね。グラフ。だから日本人はその辺が厳密に分かってないっていうふうに言われてる。なんかね、学者はやっぱ賢いっすよ。これかな？あ、これか。多分これがそうなんだと思うんだけど、ちょっと見づらくて申し訳ないんだけど、このグラフが確かそうだったかな。これが依存性、精神依存性、身体依存性、精神毒性とかを、こういうグラフがあって。で、酒とかタバコっていうのは何が強いって言われてるのか。よく酒、タバコの方が体に悪いとか言われてんのを厳密に答えられる人がいないよねって言って、このグラフが出てきたんだけど。そうそうそう。要は、なんていうのかな。酒っていうのは精神依存性も強い。アル中患者見るとわかるでしょうとか。ただ体に影響が少ない。毒性が少ないと。だから合法化されてるんだよとか。で、タバコっていうのは精神依存性がすごい強い。イライラした時に吸っちゃうのはそこだとかさ。だからやめられないんだよっていう。ただ、身体による影響がほぼないからっていう。だから日本人はなんでこれコーヒーとか酒とかをドラッグに指定してないかっていうと、そう、体に毒性がないから。ただ、マリファナとかは、精神依存性も少ない、身体依存性も少ないんだけど、作用が強いと。そういう指摘をしてて、すごい面白かったな。で、シャブっていうのは全部強いっていう。だからダメだっていう。要は、なんつうの、人間崩壊しちゃうっていうのはそこなんだよっていう指摘をしてたね。だからまあ、マリファナはいいんじゃないっていう指摘だったけど。それをちゃんとデータで引っ張って言ってたね。やっぱデータで語らないとダメだよね。ただ、武田先生の主張っていうのは、日本人にマリファナは合わないって言ってて、一部の人は、マリファナを喜んで吸うだろうけど、国民的に多分マリファナ全員、タバコとか酒みたいに浸透するかっつったら、武田先生は違うって言ってた。大麻すごいお腹減るから万引きとか増えそう。わかんないな。タリーズのコーヒーは俺は一番うまいと思ってて、これがね、コーヒー業界を変えたと思ってる。彼女、ちょっと申し訳ないことしちゃって、俺昨日の夜ね、彼女がちょっと夜中急にへらっちゃって、なんかリスナーさんのことをずっと悪口言ってて、俺気分悪くて、それで鬱になっちゃったので、朝来たんだけど、元気におはようって来てくれたんだけど、俺起きて、イライラしてて、もうリスナーさんの悪口とかやめてって言って、精神的に減らっちゃうからって言って、もしそういう風な状態になったら帰ってって言ったら、飲んだん帰っちゃったんだよ。落ち込んじゃって、ちょっと悪い言い方悪かったかなと思って。だから今日彼女はいないですね。なんか俺別にリスナーさんの女の子にちょっかい出すつもりもないし、リスナーさんもそういうつもりじゃないんだよって言ってんだけど、なんか飲んだんは、一部の女性リスナーさんに和道さんに色目を使ってるとかさ、被害妄想がすごくて。そう。だから、なんかそれで減らっちゃうんですよ。つみきちゃん、友チョコありがとう。俺は、なんだろう、彼女のこと、パートナーだと思ってるし、本当に大切だし、浮気もするつもりないけど、浮気をするつもりがないのに浮気を疑われるとやっぱ嫌だから、それだけで気分落ちちゃうから。だし、俺は配信でやっぱ億稼ぎたいわけじゃん。やきもち焼きだね。すごいやきもち焼きだから。のんたんがそれで苦しんでるのも知ってるけど、そんなことやってたらさ、やっぱりもう配信できなくなっちゃうから。そうそう、女性もリスナーだからさ、別に俺は男女差別するつもりないから。辛いところだよね。だからそれ以外別にのんたんがと合わないところ一つもなくて、本当に運命の人だと思ってて。ただね、女性問題に関してだけは本当にね、ストレスがすごい溜まるんですよ。それ寝れなくなっちゃうんだよね。俺、意外と喋ると思ってる人いっぱいいるんだけど、プライベートね、言葉にするのすごい下手なのね。
配信だと喋るんだけど、実はね、自分の気持ちとかをね、言うのすごい苦手で、俺は。そう。だから、俺も障害持ってるからって、そこは汲み取ってもらえるとすごく嬉しいっていう言い方したんだけど、傷ついちゃったみたいでさ、のんたんが。すぐ帰っちゃった。ちょっと申し訳なかったなと思うけど、そこは話していかないとなと思ってる。意外でしょ。自分の気持ちを言うのすごい苦手ですね。のんたんの気持ちわかるけどな、それ言ったら旅も行けなくなるし、行けなくなるっていうかさ、その、なんつうんだろう。俺は、のんたんのやりたいことっていうのは全力で応援するし、俺のやることものんたんに応援してもらわないと困るんだよ、俺は。で、その、なんつうのかな。俺が別に配信者じゃなかったらそれはいいと思うんだけど、彼女は俺が配信者なのを知ってるし、俺の夢を知ってるわけじゃん。だから応援してもらいたいんだよね、そこは。のんたん一人暮らしだよ。のんたん自身がリスナーとしていろいろあったから、香川とか心配なんだろうね。やっぱりね、その、そうなんだよ。要は、香川さんとかいろんな配信を見てきたし、結局、女にだらしないやつ多いじゃん、配信者って。だから、男とか配信者はこういうもんなんだっていう先入観がすごい強いんだと思うよ。帰ってきそう。いや、全然、その、彼女とずっと一緒にいるつもりだし、俺は。彼女がその、もう嫌だっていうまで。一生一緒にいたいと思ってるし。だけどさ、やっぱりそういう小さなことで本当に、なんつうの、職場に行けなくなっちゃって寝れなくなったりする自分も困ってるから、私もそう思った。何が？バレンタインアイテム投げてへそ曲げないかなとかちょっと思った。あ、それはね、大丈夫。そういうんじゃないんですよ。要は、例えば、和道さん好きだよっていうさ、コメントがあったっつうの、仮に、女性から。いや、和道の配信好きだわっていうのを、要は、色目を使ってるっていうふうに捉えちゃうのよ。すごく敏感なのよ。なんて言うのかな。その、なんつうんだろう。そう、女からのコメントにすごい敏感なんだよね。だから、ファン心理っていうのが分かんないんだと思う、彼女は。全部恋愛対象なんだって思い込んでるんだろうね。私も本命チョコ投げて大丈夫かな、正直心配してる。っていうか、まあ、なんか、そういう問題じゃないんだよね。本命チョコ全然投げてくれていいんだけど、全然いいんだけど、そうじゃなくて、もっとでかいスケールで、のんたんは本気で全人類の女性を滅ぼそうとしてるんだよ。これ本気で言ってるの。ネタでも何でもなくて、和道さんが好きすぎて、和道が浮気する可能性を積むために、世の、私以外の女性を全部滅ぼすっていうことを本気で考えてるのよ。人類滅亡じゃない、メスを滅亡させようとしてんの。それくらい、だからそういう小さい話じゃないんだよ。スケールがでかい話なんだよ、もっと。すべてのメスは敵だから、のんたんにとって。スケールがでかすぎる。のんたんの画面にいつもいるときコメントしたら優しかったよ、いつも。のんたんが画面の中にいるときコメントしたら、画面の中にいるときってどういうこと？いや、ヨンヨンはね、ヘビーリスナーじゃないからわかんないと思うよ。毎日見てる人はのんたんの、その、やきもちの、その、だからね、結局ね、俺のことが好きすぎるんだよ。のんたん配信してんだ。和道の隣にって意味か。のんたんは俺のことが異常に好きすぎるの。そう。だから、もうちょっと好きになってもらいたいっていうか。もっと大きな目で見てもらいたくて、世界一の配信者になる男の彼女だったら、世界一の配信者の嫁じゃないといけないと思ってるんだよ、俺は。じゃないと困る。俺は世界一の配信者になりたいのが夢だから。
内助の功はすごく大事だと思うよ。俺もノンタンをその分、ノンタンのやりたいことは全力で応援していこうと思ってるし。そうだね。のんたんが和道を信頼できてるかできてないかじゃなくて、俺はどう感じるかっていうと、信じてもらえないんだなっていうのでへらっちゃうね、これは。なんかそういうことする人だって思われて、レッテルを貼られてるみたいですごく嫌だなっていうことは伝えてる。なんかネガティブな感情は俺本当にいらなくて、1ミリもいらなくて、生きていく上でネガティブな感情なんか必要ないと思ってるから、人よりもネガティブな感情に敏感だから、だから本当にね、ネガティブな状況が一つも起こりたくないんだよね。のぞみの部屋さん、ギリチョコありがとう。男は浮気する生き物だからね。いや、そんなことないと思うよ。俺浮気なんか一回もしたことないもん。俺は浮気は一回もしたことないですね。疑うっていうかね、いや、疑うっていうかね、のんたんはすごくそれで自分自身も悩んでるし、傷つってるから、のんたん自身も苦しいんだよ、それは。だからあんまり言い過ぎたらダメだと思ってて、それはゆっくりゆっくり、人間関係だから付き合っていく中で信頼って作っていくもんだと思ってて、だからあんまり責めすぎないようにしてるかな、俺は。それでも減らって仕事行けなくなるとかつらい。俺がね、そこ弱い部分だから、やっぱり友達とかに、なんか些細なことでもね、傷つくようなこと言われると、ずーっと根に持っちゃうタイプなんだよ。ずーっとね、言葉が引っかかるタイプってわかるかな。すごい疑心暗鬼になるのが嫌だから。そう。だからこういう性格になったんだと思うよ。他人のことを理解できないのが、ほら、アスペの特徴だから。なんかね、そう、ふつふつとね、もうずっと許せなかったりするんだよね。で、ずっとループしちゃうから。ちょっと気分転換に、また脳内物質で嫌な物質出てきたから、気分転換にちょっと30分ギター練習枠やっていいっすか。雑談一回止めて、一回雑談これで止めます。ギター練習枠やります、30分。丸いね。あと3分で、2分で1回終わりにして、2分間ぐらいちょっとでっかい音出してギター練習枠やります。今、スメルズ・ライク・ア・ティーン・スピリットっていう楽曲をちょっと覚えたくて。釈迦かわいいよね。釈迦聞こえる？
ノンタンは本当にいい子だよ。ベストパートナーだと思ってるよ。ノンタン大好きだよ、俺。あまりにもお似合いだから忘れがちだけど、まだ付き合い短いからね。そうだね。そうだね。ゆっくりゆっくり。一緒にいることって大事だと思うから、ゆっくり人間関係築いていきたいと思ってます。じゃあ皆さんありがとうございました。次枠はギター練習枠です。音楽に興味ある人いたら、ぜひ見に来てください。まあギター弾いて、弾きながら雑談みたいな感じをやろうと思います。30分間ちょっと音出します。お疲れ様でした。ありがとう。おつおつ。あゆりさん、ハートプレゼントありがとう。トリオツです。おつおつ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよ、もう。